ッシュ、あのバルサミコ酢をバニラアイスにかけるっていうのがすごい好きなんですけど、あとはあったかいのと合わせるのが好きで、あのアップルパイとかあったかくてサクサクしたものに乗せるっていうのが結構家でやっても美味しくて楽しいですね。デニッシュみたいなのとかフレンチトーストみたいな、すごいハイカロリーで悪いことしてる気持ちになりながら朝食べるのが好きです。やっぱりなんか悪いことしてるなって思いながら食べた方が美味しいですよね。はい、うん、お酒とアイスとかいいですね。ということで、締めラーメンっていうのは締めアイスみたいな。はい、完全にあの甘党なのでラーメンとかよりはアイス。